元広島の安倍智博士、35、が、9月29日に自身のインスタグラムを更新。広島、野村祐介投手、35、との2ショット写真を披露した。安倍氏は、9月29日、有練習場、野村祐介に会いに行きましたと始め。野村と私は1989年6月24日生まれ同じ年。同じ日、同じ病院。 そして朝方に生まれ同じ広島東洋カープでプレーしました二人で飲みに行ったり、いろんな話もしてきましたと二人の関係性を改めて紹介した。野村は先月27日に今季限りでの引退を表明したばかり。広島一筋13年、新人王にも輝き、16から18年の3連覇にも貢献した右腕をねぎらうために、安倍氏は二軍球場まで出向き、直に声をかけたようだ。 インスタグラムでは、本人はすがすがしい顔をしていたので、おそらくすっきりして引退をされることでしょう。引退後は何するのか次のステージが楽しみだとエールを送った。野村はシーズン最終戦となる10月5日のヤクルト戦、松田、で会見と引退セレモニーを予定。新井監督は当日の先発起用を明言している。デビューからすべて先発で通算210試合に登板した野村は、 最後まで先発投手としてマウンドに上がり、小伊藤に最後の勇姿を披露する。この投稿には、引退後もお二人の絆でカープの応援をよろしくお願いいたしますね。良い2ショット。また二人で何かしてほしいなぁと思ってしまいます。今後もその赤い糸つながりで、カープを見守ってねなど、多くのファンから声が寄せられていた。